Mad Cafe Garden presents Stecky Style。舞い上がれ桜の雨。時刻は3時になりました。皆さんお元気でいらっしゃいますか？マグカフェアットガーデンのキロです。そう、今日は大変ですよ。ゲストがすごい。私の初恋の人であるシティハンターの冴羽りょうさんをアニメーションで生み出した影の立役者、諏訪道彦アニメプロデューサー、企画を担当されている方にお話を伺うことができちゃったんです。やばやばということで、諏訪さんの会社にお邪魔した模様、早速お届けしましょうね。それではどうぞ。あの日はいいということで、マグカフェアットガーデンステーキスタイル、本日はエグゼクティブプロデューサーの諏訪道彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。朝早くから忙しいとこすいません。とんでもありません。今日はですね、何のご縁か、私がこうかまってかまってとラブコールをしてしまい、ご出演いただき本当にありがとうございます。こちらこそです。私個人的にはですね、もう世代がシティハンターが3歳とかかな、で多分放映始めて、その時のもう初恋の彼は冴羽さんということで、シティハンターを陰で作った男、諏訪さんみたいなイメージでですね、ありがとうございます。今日は本当憧れて、おこの席ありがとうございます。いいえ、とはいえこのラジオを聞いてる沖縄の方とか YouTube で見られてる方は、諏訪道彦さんどんな方って思うかなと思うんですけど、はい、方もいらっしゃると思うんですが、アニメのプロデューサーっていうことでよろしいんですか？そうですね、あの読売テレビっていうテレビ局で、1986年の1月のロボタンという、僕のデビューのアニメから、ずっと一回だけ半年アニメ作ってないかった時もあるんですけども、今に至るまで基本的にアニメの企画プロデュースをしているということですね。テレビ局の中で、僕は制作と編成を行ったり来たりしたんですけども、移動は結構ね、やっぱり会社ですから多いんですけど、その中でずっとアニメーションに携わってるっていうのは、なんか他に誰もいないみたいなので、すごい、そういう意味では僕はラッキーだっていうことはあるんですけど、基本的には他に使う道がなかったんだろうなということで、ありがたくこの環境でですね、ずっとアニメを作ることができたと。それもね、自分も頑張ったつもりあるんですけど、いろんなチームでね、アニメーションっていうのは基本どんなものでもそうですけどね、制作はチーム作りですね、そのチームで頑張るということで、その周りに恵まれたっていうんですか、仲間に恵まれた、才能に恵まれたっていうところが、あって、今に至るんじゃないかなと心からそう思っております。40年近く、もうじゃあ85年から、入社も40年ですね。うわ、一番最初からもアニメの世界だったんですか？最初は僕は大学の時だって工学部ですし、理系なんで、なので、基本的には何が言いたかったかというと、途中でやっぱり大学変わったんですけども、本当は環境庁長官みたいなところを目指して、なんか日本の環境内なんかを良くしようということで、環境工学という勉強をするんですけども、そこを環境というよりは都市再開発みたいなね、いわゆる公園とかアメニティ、都市再開発っていうのは今やたら多いんですけども、40年前だとこれから始まるなっていうムードだったんですが、そんな勉強をやってたんですけど、その勉強が例えば環境保全にすぐに役に立つわけではなくて、どちらかというと政治の世界みたいになっちゃいますので、やっぱりそれをまた告知するというんですか、お伝えするマスコミ、基本的に僕漫画好き、読みオタなんで、読んでればいいんで、読んでるということで、伝わること、そしてテレビや映画ドラマで伝わることみたいなことの方の影響力が、大事なのかなと思って、テレビとか出版をちょっと目指したこともあり、読売テレビでその入ることができたので、そこで制作志望にして、初めに作られたのがバラエティ番組、今は皆さん知ってる方はあんまりいないと思いますけど、 11PM という、11PM と書く、夜のワイドショーって言われてた時代ですね、ちょっと大人向けなんですね。大人向けっていうか、基本司会者は僕の時はずっと僕の先生の師匠の一人ですけど、藤本銀次さんという、お亡くなりになったんですけど、著名作家の方、その藤本さんが世の中をどういうふうに見るのかみたいなことに対して、ディレクターとかスタッフは藤本さんにぶつけて、藤本さんが満足する、ネタ、例えば VTR、ゲスト、そういうのを用意して番組でそれを取り上げていくといったような番組ですね。
月火水も金と番組毎日あったんですけど月水金が実は日本テレビさんで火は僕は読売テレビでそういう担当です。 11PM というだけで僕が入った時は11時、まあ、15分とか20分からスタート、まだその辺の番組スタートの時間なんですね、うん、それからどん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 その番組のスタートが遅くなって 11PM と言いながら11時59分スタートみたいになったんですけどもまあ世の中どんどんそれが深夜になってたんですね。今はもう深夜ってね、別に深夜っていう関係の隠れじゃないし、もっと言うと地上波のテレビっていうのは全く、使命が変わってきてるっていうこともありますのでね、うん、そんな中一番最初のキャリアはじゃあ 何から始まったんですか。完全に AD ですよ、完全に使いっぱしですよ。だから何でかでも新人ですからね、うん、だから別にあのテレビ局に入って研修も受けてみたいな、その中で、番組を作るにはどうしたらいいのか、特に、まあ、11PM っていうのは夜中を斜めに切るみたいな、そんな感じで、藤本さんもお話になり、うん、ああその見方って面白いよねみたいなところがあるんで、そういうことの勉強をするのが大事ですけど、本当はその番組進行にあたってですね、どんな準備をして、はい、どうしたらその本番、生放送だったんで、生放送に対する勉強は、まあ、準備が放送始まったらもう9割ぐらいもう生放送って終わってんですよね。そういうようなこともまあ勉強してというよりも怒られ倒していってましたねなんか怒られたことで覚えてることってありますか、まあ、若手ならでは。何やっても怒られるんです基本は。だからまあ怒ることが、まあ、怒るっていうかね、怒るっていう言い方はおかしいですか、叱るというか教育するということなんですけど、ただやっぱり正直40年前の話なんで、今思えばああいうのもパワハラって言うんじゃないのっていう時代ね思いました思いましたけど、結局それを重ねたことにより今の僕がありますので、非常にその時の先輩はよく覚えてますけども感謝を正直しております。やっぱりこの知らないことを知っていくっていうのと、からそれは教えられるっていうよりもその人の背中を見るっていうことですよね。先輩の背中を見てこちらがこう吸収していくというのが、どうもまあ今の世の中なんか若い人はそうじゃないとかいう話もありますが、まあそれはそれで、どっかで先輩にやる一挙手一投足を参考にするってことは絶対あると思うんですね。そのことに関して、僕としてはまあなんていうかね、いっぱいその教えられたし、しかもそれでここまで行ってまだ分かんないのかみたいなこといっぱいありますしまあだから段取りとかから結局ある種マニュアルはあっても、はい、そうとはいかないところっていっぱいあるじゃないですか。特に生放送とか番組でも何でもそうですけど、番組なんかは、予想した風に転がらないっていうことで山ほどありますでそういう時の対応で基本は番組はリハーサルがありますので、ね、リハーサルのところである対応してそれが本番の時うまくいかなかった、まあ、そうすると生放送で終わっちゃったらもう終わりなんですよ、うんうん、で終わった後に一応反省会っていうのがあって、まあ、これは反省会っていうのはもう打ち上げみたいなもんですけども必ずその番組終わったらこう、近くのお店2つ決まってたんですけどね、はい、お好み焼きとから天下の餃子とあのニンニク餃子の店のラーメン屋、この2つあって、まあ、生なんで12時半から1時それからまあ朝5時までぐらいまでだいたい叱られ倒しただその頃ってね、まあ、僕らも今はそうするんですけども、基本的にどんだけ飲んで食べても全部払えば先輩でしたんで、だからまあだいたい平日でも夕方なんかちょっと夜一人で仕事やってるとお行くかみたいな感じで呼ばれて、その時は絶対行くんです。行った方が得です。飲ませてもらえるし、まあ、怒られるんですけどね、向こうから向こうはストレス発散じゃないかぐらいって言われるんですが、まあ、でもその話は結局僕らはこのことについて話してるって分かってますから、このことについてっていうことの、まあ、吸収みたいなことを、まあ、丸2年に一応ディレクターデビューしたんですけども、早い、いや早いのかな、僕と同期が一緒で、はい、木曜イレブンっていうのと火曜イレブンとですで丸2年目の3月に、はい、D デビューをして、僕としては半年、月に1本の5本作って移動になってああ俺はやっぱりこれはディレクターという才能はなかったんだなと思った時がありました。あらあら、でそこからその移動が東京行ってアニメをするということで、はい、僕が入社した時にちょうどルパン三世パート3というアニメが、ルパンがね、放送で読売テレビルパンやってるよな、すごいなと思った、でそのルパンも終わり、もう一つあった次の作品がロボタンという作品ですけど、まあ、僕が入社する時に漫画は好きだ読み歌だってずっと言ってて、ただまあ漫画は好きっていうのをただ好きだけで読んでて面白いのと、まあなんかその今でもそういう雰囲気あると思うんですけど、ハードカバーの本をきちっと読んでたらお読書してるね偉いねみたいに見えるのに、漫画読んでると
漫画なんか読んでるんだったらなんか他にすることないの、うん、みたいなふうに思われる風習があるじゃないですか。、はい、でそれに関して読むものがきちっと自分でいいものならば、うん、そんなことを一冊の本と一冊の文芸本と一冊の本漫画本との違いはないという言い方をして、はい、まあ、当時の僕らの10歳ぐらい先輩は団塊の世代みたいな方はね、右手に少年マガジン左手に浅いジャーナルみたいな時代があったというのを先輩が聞いてて、だから要はそのバランスでしょうと、うん、別に本字ばっかり読んでもそれはそれでもいいですけど、うん、漫画ばっかりでもいいんですけどバランスをとって結局得るものは何っていう、まあ、得るというか得なきゃならないために読んでるわけじゃないと思うんですけど、でもその中で自分の人生経験として本読んだりするのは積み重なっていく、映画を見るっていうのもそうだと思うっていうこともあって、はい、そういう話をして面接で、まあ、僕は読売テレビは面接5回で撮ってるんですけども、そこのなんだ僕のこの漫画だって言ったのが残ってたらしくて、じゃあちょっとその3年目ぐらいの若いやつに、まあ、アニメを担当させようっていうことで東京に転勤。だから僕アニメやるっていうことに関しては完全に他力本願ですね。まあ、大体そんなことばっかりです。自分の力でこう切り開くべきでやる。そう思ってるんですけど、それはなかなかやりたいということを切り開ければそんなにいいことはないんですけども。まあ、それで東京に来てそのアニメっていうことなんですけども、うん、まあ、当時に1986年1月から僕ロボタンというアニメでデビューして、2本目が9ヶ月後のボスカードベンチャーで、3本目がシティハンターですね。なので1本目2本目で約1年3ヶ月、まあ1本目は東京ムービーという今のトムスさんですね、はい、2本目は日本アニメーションさん、まあ、その東京ムービーは加藤進三さんという方で、日本アニメーションは遠藤茂雄さんという方、まあ、この2人がまた私の師匠ですよね。その辺についてアニメの作り方を勉強する、作り方っていうんですかね、やっぱり番組作品それを放送して、うん、はい、まあ、それに対するリアクションもあるけども、それをビジネスに乗っていく、うん、今のウェブも全然の今とはちょっと違うんですけども、うん、まあ、違うにしたって面白いものはヒットするっていうことには変わりないので、うんうん、その辺で、まあ、ロボタンとボスカードベンチャーで、まあ、知る人ぞ知るでいいと思うんですけども、うん、その作品やってる間にこれは基本的には代理店が入って、代理店がある作品を作り、それをやって、まあ、ヒットさせて、そのもうビジネスにしていく。それはグッズを売るとか、いろんなものに対してのまあビジネスになるんですけども、それはそれでいいんです。で、うまくいくかいかないか、それは難しい話で。だったら自分のやりたいもの、その当時は月曜夜7時っていうのが放送枠で、まあ、ゴールデンタイムです。そこで何をやるかっていうことに関しては、テレビ局の人間が考えてもいいんじゃないのってやっぱ思って、それで、まあ、その枠のちょっと別な枠だったんですけど、例えばキャッツアイみたいなのもやってたんですよ、日テレさんが、うん、これは私関係ないんですけど、うん、それがその後にシティハンターっていうのがね、少年ジャンプでやってて、うん、結局大人も楽しめるものがいいんじゃない、僕も楽しみたいので、うんうん、いうので20代の僕としては、子供向けアニメって子供向けっていうのは決してそこは否定はしませんが、うん、子供って言ってもどれぐらいの子供か、だから大人も楽しめるっていうのをね、いわゆるアニメドラマなんていう言葉を作って、まあ、企画をしていったのがシティハンターですね。じゃあそれは、どのぐらいから、どの段階からもう起案から諏訪さんが関わってるってことですよね、まあ、プロデュースは。そうですね、はい、大体の作品は僕は企画プロデュースですね。いや、要はでも企画長は大将の言い出しっぺってことですからね。言い出しっぺしても一人じゃないんで、言い出しっぺ何人かいて、結局それでも企画を取り合ったりするわけですけど、はい、まあ、シティハンターの場合はちょっといろいろありまして、うん、ギリギリなに初めに予定された制作会社さんが変わるとかいろいろあったんですけども、まあ、その辺をまあ、その後にアニプロレックスの社長になる上田正夫さんという方がいるんですけど、その当時はサンライズ、うんうん、持ってるとその僕が始めた頃は日本サンライズって会社です。名前がどんどん違う、日本サンライズの上田さんと、まあ、シティハンター2人で、まあ、何が良かったかって本当に時間のない中でいろんなことがあって、12月から4月の放送するのに12月の中旬から活動開始するんですけども、でも、まあ、その中でそのギリギリだった結果、上田さんと私の2人の判断が全てということになるんで、はい、そういう意味では、まあ、任されたというわけですよね。任されたっていうか任せざるを得なかったっていうか、はい、俺はダメだったらどうしたんでしょうねみたいな。そういう中で上田さんと2人でもう全て考える、まあ、私としては30分アニメの
番組のフォーマットみたいなことに関してはやっぱりそのロボタンとボスコでいろいろ見て、はい、要は30分の間視聴率を取らなきゃいけないわけですよ、はい、今よりも視聴率です、うん、で視聴率っていうことは結構たくさんの人が見てもらうの指針なんで、うん、視聴率を取るためにどうしたらいいのかっていうことで、まあ、内容はもちろん第一、はい、面白いもんだよねっていうのとで第二にだから番組を見るリズムですね、うん、まあその時からはサザエさんもありまして、はい、なんでサザエさんをみんなこんなにたくさんの人が見るんだと日曜日の夜だってサザエさん見たらもう日曜日で明日から月曜日だって暗くなるぐらいの感覚でもこれってテレビの力なんですよね、うん、テレビで日曜日の夜6時半にサザエさんがあるということがしっとこの日本人のなんかリズムになんかこう刻み込まれているでそんな感覚って、ね、テレビの30分でも何でもそうですけど僕らのやる作品としては欲しいなとやっぱり思ったんですね、うん、テレビの力ってそこにあるなので、なのでではないですけどシティハンターはかっこいいシティハンターで最初の一巻とかがすごいハードボイルなんですよいやもうこうやって指打っちゃいますね、自分の手をねなんかもうモッコリヨちゃんになるのはちょっと後なんですね後ですね結構ハードボイルですね、うん、だからそのモッコリヨちゃんという方針を変更したっていうことに対して、まあ、僕らも企画の時に結構雑誌を乗り上げててしかも時間もない中、うん、信用を得るにはどうしたらいいのかと、はい、その編集部の信用っていうことですけどね、うんはいいうようなことも含めてやった時にちょうどその後々編集長なり、まあ、北条司さんとか原さんと一緒にコアミックスを立ち上げる堀江さんと偶然、はいまあ、実はその12月から始めて1月の3日に吉祥寺でお会いして、まあ、いろんな話をするのに「諏訪君何を焦ってんだね」みたいな話で「いや時間ももうないんで」って言いますよ。というより実はその時まだ了解が出てなかったね原作使用許可がね、はいはいはいまあ、いろんな了解があってだいぶ遅れてて最終的にこれがないともう降りないっていうぞギリギリの段階で、なぜか偶然堀江さんにも会ったりして、まあ、話を2時間ぐらいいたその時お嬢さんも堀江さんもその作品作る時に最初の方針でいいかどうかを試行錯誤されてるわけですよ、うん、それがまあ2枚目であり3枚目であるサイバー寮のモッコリというのところに一つ気づいたでもそんなことするやつがやっぱり決めるときは決めるその段差がきちっとすることによって、まあ、シティハンター魅力って一つできたんだね、うん、でその話も聞いて、うん、ただどうしてもね、まあ、アニメのシティハンターを見て お分かりのようにやっぱり一作1話から5話ぐらいまでは、まあ、牧村が死んじゃうまでは結構この、うん、そこそこハードちゃんとちゃんとハードなそこそこ、ね、映画みたいただもうドア頭からちゃんともっこり要素は入れてますよ、はい、児玉健二監督と一緒にこれはどうしても必要なんだからやりましょうとそういうふうに突然もっこりするわけでは何でもないので、うん彼のキャラクターなんで、はい、それであとエンディングの歌ーそうそうそうオープニングがこれまで変わるのはシティハンター愛を敬愛でエンディングが、まあ、TM ネットゲットワイドこのゲットワイドという曲はもう今でもねまあなんていうんですかね好きな人もいるし、はい、私を支えてくれてるなっていう気はしますけども、うん、その曲をどうその曲をっていうのは発注をしたんでその曲がその後に出てくるんですけどああそうか発注してからのあの曲なわけですねそうですそれで発注するのが、まあ、テレビのさっきフォーマットって言いましたけども今でもほとんどそうなんですけどオープニングがあって CM があって前半があって中 CM があって後半があって後 CM があってエンディングがあるという形が大体こう大体こんな感じその構成を皆さんの番組の何でこう CM とかのタイミングをフォーマットっていうんですよね構成の順番みたいなそうですね30分をどういうふうに見せて放送していくかということに関してもフォーマットできちっとこう表というか図が書いてあってそれでその通り今もコンピューターから全部でやる今でもちゃんとそのフォーマットっていうのは内部でみんな全部ですよアニメだけじゃないですよ全ての番組にフォーマットはありますでフォーマットを共有することによって事故なく放送していくことができるプログラミングでちゃんと打つってことは当然ですけど実際に何かが予期せぬ、まあ、例えば地震とかもあったりしても予期せぬことが起きた時にそのフォーマットがあるからみんな対応できるんですねいろいろフォーマットで、まあ、その当時火曜サスペンス劇場っていうのがあって岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイという曲が大ヒットして、はい、大ヒットしてそれを見てると火曜サスペンスの最後のエンディングで、まあ、多くは、まあ、サスペンス劇場なので犯人みたいなのが出てきて、うん、最後の犯人が、例えば東尋坊の弾丸の上で「私が悪かったやん」って「悪かった」って言っていて「いやこれからやり忘れるんだ」っていう時に岩崎宏美さんのあの歌がイントロが流れてくるんですよ。そうですね、そこのなんかその感動するわけですよね、うん、その感動をテレビでもアニメでもやろうって言って30分でもやるよって言って。いうことでお願いすることによって、まあ、ゲットワイドにイントロが欲しいとイントロがサイバー寮の
おしゃれなセリフをにかぶってくるけど邪魔しないようなイントロが欲しいみたいな。素晴らしい。そういう願いをして、で、あれはどうですかね、まあ、12月1月かぐらいの時にあのデモテープに、はい、あのその時はまだウォークマンですよ、はい、カセットのウォークマンで、イヤホン、スタジオイヤホンを上田さんと一緒に片一方ずつ耳に入れて初めて聞いたのはチャンチャンチャンチャララなんてあれなんですね。でそれはもう銀座の喫茶店に聞いたという記憶なんですけども、あの音楽プロデューサーというんですかね、コーディネーターの方がちょっと持ってきてくれて、なんとなく地味だなと思いながらですねまあまああれですね、ほぼあの今のイントロをその時に聞いてますね。でそのフォーマットの話なんですけど、そこであれですよね、結構画期的なフォーマットのチェンジを私諏訪さんがやったって聞いて、まあ、だから営業の人、ネットワークの人、まあ、ネットワークというのは基本営業に入って、要はネットワークというのは、まあ日テレだと読売テレビ、例えば中京テレビとか、そういうこのいわゆるテレビ局の、まあ、系列っていうんですかね、はい、それが全国ネットで放送するんで、うん、やっぱりさっき言ったフォーマットがちゃんとするってことは事故の防止のためなんですね、基本ね。もちろんあの番組として皆さんに見てもらうための努力もありますけども、はい、やっぱり送り手スタッフ側いろんなことにおける、まあトラブル回避みたいなところで、うん、で営業としてはここに CM があるのはアニメが決まってるんだと、エンディングの前、まあ、いや決まってるんですが、今までそうやってきたと。あ、なるほど。これを変えるということの そのハードル越え、はい、とから、まあ、例えば再放送必ずされるんです、その時に、ね、そうですね、そうです。でその時に、まあ、あのこれは局の事情にもよるんですけど、エンディングをちょっと短くしたり切ったりして、そこはローカルスポットもはめて、まあ、いわゆる各局の、まあ、営業事情をねためのまあ努力にする、いわゆる CM 量をそこで分量増やすみたいなことがある、うん、ただイントロが来ると切れないじゃんみたいな話やっぱりなるんで、なりますね、だからそれはまあでも切れなくても第1位放送で無理やり切ってもいいし、やったらオープニング切っちゃってもいいんじゃないぐらいのことを言って、すごい、まあ、それは今ライトな言い方しますけど、そこはやっぱりどういう回復、どういう対応があるのっていうのと、うん、どういうメリットでそういうことするのっていう、だから、まあ、あの視聴率っていうのも含めてやっぱりそこから CM で例えばもうみんなザッピングって、その当時はまだ、はい、それでもその頃もリモコンが出だした頃ですね。ガチャガチャじゃなかったです、まあ、ガチャガチャリモコンギリギリですからね、まあ、ガチャガチャのなんて今の子供たちはもう想像すらつけないと思うんですけどまあ、ガチャガチャに関してはいろいろ思い出があるんですけど、だからその CM チャンスを少しも減らして、それを前から後ろに振るということで、やっぱりそのなんですかね、視聴率が減らないようにっていうか、まあ、結局シティハンターも、まあ、例えばその後のメタでこれはもうやっぱり右肩上がりでいくっていう、はい、最後までもうあの中身があるっていうようなことをすごく目指してましたんで、そういう効果もあるんで、まあ、ここまでじゃあ言うなら一回やってみようかっていうことで、まあ、やらせていただき、そういう曲でいきますよって、いう話ができたっていう思い出がありますね。すごい。 いやそのなんかあのたくさんの方をまとめるこれでいくからっていうパワーっていうのはすごい諏訪さんならではだなと思うんですが、いや、まあ、まあ20代でしたからね、まあそんなこんなんでですね、たくさん今お話をお伺いしてますが、あっという間でそろそろ1本目がおしまいなので、はい、この続きはぜひ2週目、次回もぜひゲストに来てお伺いできればと思います。シティハンターで終わっちゃいましたね。そうですね、いやでもすごい楽しい話聞きました。最後に、あの告知をぜひお願いします。あの毎週土曜日、ね、日本テレビ系沖縄ではね実はなってないんです、行ってないんですけども、あの夕方5時半から今は僕のヒーローアカデミア、そして6時から名探偵コナン、アニメ2階建てっていうのを一応日テレ系列全国ネット、読売テレビ日テレ系の全国ネットで放送します。それとこれは聞けます、毎週水曜日夕方4時、はい、文化放送超 A&G プラスっていうところで、スワラジっていう番組も今11年目、この4月で12年目になるのかな、そんな番組を続けてます。僕が、まあ、あの静香あずさって今あの女性アシスタントと一緒にゲストの話を聞いたり2人で話したりする30分番組です。こちらもぜひ、聞きます。でその後ね、その週の土曜日の夜10時に FM トヨタっていうところで再放送します。だから、ね、FM で夜10時に再放送、これも全国聞けるんですね。あとはあの文化放送 CING でですね、まあ、ウェブで聞いていただけると、まあ、ありがたいなと思います。すごい。もっともっと深い話が毎週聞けてますので、ぜひそっちの番組もご覧ください。来週もよろしくお願いします。道彦さんでした。ありがとうございました。はい、エンディングです。いかがでしたでしょうか。来週も諏訪さんをお呼びしますのでお楽しみに。
さてマグカフェアットガーデンからお知らせです。今配信サブスクでですね、声優久川彩さんや松野大樹さんに参加していただいて、私が台本を書いてしまったラジオドラマが収録されている、歌と物語のアルバム桜が、配信とかサブスクいろんなところで聞けます。インタビュー付き DVD はメロンブックスで売ってるので、よかったらそちらも手に取っていただきたいんですが、マグカフェ MAGCAFE で、YouTube とか Spotify とか Amazon とかメロンブックスとか探していただけたら嬉しいなと思います。もうね、憧れの方とこんなにお会いできたり、おしゃべりできたり、お仕事できるって本当もうね、幸せだなの一点なので、ぜひこの幸せをみんなにお届けしたいなと思って、物に作って形にして届けていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。ということで、また来週お会いしましょう。マグカフェアットガーデンのキロでした。バイバイ。